んにちは、ピアノの青柳進です。センクラに寄せていただくのはこれで2回目になります。1度目は2012年のことだったと思うのですが、震災の後で街中がまだ混乱していた状況だったにもかかわらず、皆さん その音楽祭とそれから音楽に対する愛情にとても感動して、演奏しながら皆様からエネルギーをいただいたというような記憶があります。今度は、素晴らしいバイオリニスト2人と松山さんと渡辺さんなんですが、初共演させていただけるのをとても楽しみにしています。またソロの楽しい曲を抱えてやってまいりますので、ぜひ足をお運びください。皆様にお会いできるのをとても楽しみにしています。よろしくお願いします。